青葉区八幡の龍宝寺では毎年8月16日の送り盆に合わせ先祖の霊を送り出す盆土祭を行っていて、住職が読経する中、積み上げられたお盆の供え物や古くなった仏具、外場に松明で火がつけられました。新型コロナにより去年は初盆を迎える檀家のみ参加することができましたが、今年は4年ぶりに通常規模で行われました。集まったおよそ200人の檀家らは順番に焼香をして静かに手を合わせていました。ほっとしてますね。今まではそう、震災あったり、あとその後のここのコロナで来れなかった、なんか寂しいというか、お墓参りはしてたんですが、なんとなく物足りないというような感じは受けました。自分たちを守ってくれるというか、そういう先祖なので、せめてお盆ぐらいは手を合わせて家族の健康を守ってくださいというような感じで、1年に1回ですので、まあ、先祖の供養をしたいと思って、毎年来てます。送り盆に合わせて行われる盆土祭は仏教の行事で、龍宝寺では60年以上前から続けられています。